はい、こんにちは、116インズです。さあ、今回は私が個人的に大好きな選手の話をしたいと思います。現在ボストンレッドソックスに所属し、開幕から IL に入っていたジェームス・パクストンがマイナーでの実戦調整を終えて近々チームに合流、正式にロースター登録される見込みであると先日報道が出ました。現地5月12日金曜日から行われるカージナルスとの3連戦初戦の予告先発にパクストンの名前が現状入っていまして、その後先発ローテに入るのか否かについては明言がないものの、ひとまずパクストンの2023年シーズンがいよいよスタートすることになりそうです。パクストンは2021年オフにレッドソックスと600万ドルの1年契約を結び、さらにこの契約に入っていたプレイヤーオプションを行使して今季もレッドソックスに所属しているわけですが、ただずっと怪我で離脱していたため、まだレッドソックスでのプレイ自体はゼロ。パクストンにとって2023年のデビュー戦はレッドソックスでのデビュー戦ともなるわけです。なんなら彼は2021年4月を最後にメジャーでの登板からずっと遠ざかっていましたので、今回報道の通りカージナルス戦で先発となれば2年ぶりの登板、久々にメジャーの舞台でビッグメイプルの姿を見られることになりそうですね。で、ここ2年くらいからメジャーを見始めた方からすれば、多分パクストンって誰だよとなっている可能性高いと思います。後でも説明しますが、まあそれも仕方ないのかなと。一応簡単に彼のキャリアを説明すると、2010年代後半あたりからマリナーズのエース格として活躍した左ピッチャーで、特に2017年と2018年ですよね、この2年間では計52試合に先発し、防御率 3.40、 2年間合計のウィンザーボリプレイスメントは 6.5、 296回3分の1を投げて364奪三振と三振の山を築ける本格派のピッチャーです。パクストンは出身がカナダの選手なんですが、2018年シーズンは彼の母国カナダでブルージェイズ相手にノーヒッターも達成しましたね。非常にダイナミックな投球フォームから、左ピッチャーながら速球の平均球速が95マイルくらいと力のあるボールを投げ込み、ここに彼の変化球といえばこれという大きなカーブを織り交ぜる選手。私としても2013年にマリナーズでデビューし、怪我やアップダウンもありながら少しずつエースの階段を登るパクストンの姿をずっと見てきただけに、彼に対する思い入れは強いですし、2018年オフにパクストンはヤンキースへとトレードとなったんですが、その時の寂しさは今でもよく覚えています。ヤンキース移籍初年度となった2019年も先発としてソリッドな活躍を見せ、勝ち星、防御率、ウィンザーボリプレイスメントはいずれもチームの先発陣ではトップの成績でした。ではなぜそれほどのピッチャーでありながら、先ほど私はここ2年くらいからメジャーを見始めた方だと知らない可能性が高いと言ったのか。まあ理由は実に簡単で、ここ3年以上パクストンは怪我でまともに投げることができていないからです。パクストンの近年の怪我との戦いを振り返りますと、まずコロナで短縮シーズンとなった2020年は開幕延期ですとか、短縮シーズンとなることが決まる以前より椎間板手術で出遅れ、さらにシーズンが遅れて開幕した後にも前腕の怪我で長期離脱、この年は結局5試合にしか先発できず FA となってしまうと、オフにマリナーズと1年契約を結んで古巣に復帰。この電撃復帰に関しては私は本当に涙したものですが、復帰後初先発の2回に負傷降板し、検査の結果トミージョン手術が必要な状態であると発覚してシーズン終了。2022年はレッドソックスに加入しますが、前年の手術からのリハビリ、さらにマイナーでようやく実戦復帰できたと思いきや、広背筋を損傷してしまってメジャー復帰は叶わず、今年こそと思った2023年でしたが、スプリングトレーニング初先発でハムストリングを痛めてしまって早々に開幕アウト、今に至っています。ということで、2020年以降のパクストンはメジャーでたったの6試合、合計21回3分の2しか投げていませんので、知る機会すらまともになかったというのが正しい表現でしょうか。特に2021年のマリナーズ復帰初先発での悲劇はもうなんというか、当時の動画も YouTube 探せば残っていますが、なんでこんなことになってしまうのかと大変落胆した記憶があります。マリナーズもパクストンの体に配慮し、春先はなるべくスロー調整、スプリングトレーニングでも2試合しか投げさせなかったんですが、投げている時のパクストンはかつてのエースの姿そのもので、8回3分の1で1失点17奪三振、スピードも出ていて完全復活を予感させるピッチングでしたし、初先発の初回も2三振を含む三者凡退と上々のスタートでした。当時のマリナーズは今以上に若く経験の浅い選手も多かったので、そんなチームで実績のあるパクストンがローテの柱として投げてくれればこれほどまで大きな存在はないと思っていたんですが、まさかそんな彼が初先発、たった24球を投げただけでシーズン絶望になってしまう展開なんてね、まあ考えないですよ。この年のマリナーズはパクストンを早々に失いながらも、最終的に誰も予想していないところから90勝を上げ、プレイオフまであと一歩のところまで行ったんですが、もしもパクストンが健康に投げていたら、マリナーズのユニフォームを着たパクストンがポストシーズンの舞台を経験できたかもしれないんだよなぁと何度も思いました。そこからまさか2022年もパクストン登板できないとは思いませんでしたが、ようやく復帰の道が開けてきたのは、かつてマリナーズでの彼を応援した人間からしても本当に嬉しいです。そんなメジャー復帰が近づいているパクストンですが、マイナーでの調整はものすごく順調だったかと言われればそうではなかったのかなと。
レッドソックスのトリプル A で計6試合、うち5試合が先発でしたが、21回3分の2を投げて防御率 6.23、一度だけリリーフ登板した際に1イニング投げ切れず7失点してしまったのが大きく響いている感もありつつ、とはいえまだ完全復活とまでは言っていないのかもしれません。イニング数を上回る奪三振を記録しているあたりはさすがですが、フォアボール16個は少し多めと、やはり実戦から長く離れていた影響も多少なりともあるのかなと。ただ徐々に調子は上がってきてはいまして、4月30日の先発では6回途中2安打無失点8奪三振でしたし、前回5月5日の先発も5回2安打2失点。ベースボールサバントのデータによれば、前回先発でのパクストンは速球の平均球速が 93.6 マイルと、まあぼちぼちスピードも出ていたようで、またこれはここまでのマイナーでの調整全登板と比べてもスピードの方はやはり上がってきてはいるようですので、この調子でメジャーでの登板もスムーズにいくといいんですけどね。こちら実際に投げてみてどうなるでしょうかね。パクストンが復帰してメジャーのローテにそのままとどまるのか否かは、まだレッドソックスの方針が完全には見えてきていないところでありますが、ただレッドソックス先発陣は今ほど援軍が必要な状況もないでしょう。ここまでのレッドソックス先発陣は主要メンバーが軒並み打ち込まれていて、エースとして期待したはずのセールはここまで防御率 6.37、 若の代わりとして獲得したはずのベテラン枠クルーバーも防御率 6.29、 ハーク、ピベッタ、ベイオといった面々も失点が目立ち、先発陣全体の防御率 5.89 は MLB27 位と低迷しています。先発がこれだけ苦しんでいるにもかかわらず、レッドソックスはここまで21勝15敗と勝ち越せている背景には、大方の予想に反して MLB トップクラスの破壊力を誇っている打線と、あとはブルペンが一定水準以上の活躍を見せていることが大きいと考えられますが、とはいえ先発がずっとこの状態ではこの先の展望はなかなか明るくはないと思います。2年間メジャーで投げられていないパクストンがすぐに貴重な戦力となれるかは何とも言えないところでありますが、苦しむ先発陣に新しい風を入れてくれることに期待したいですね。個人的にはパクストンについてはもうとにかく健康に投げてほしい。もうこの思いが強いですね。台湾ウォーカー、ダニー・ハルツェンと共にかつてはマリナーズの若手先発サンバガラスとして期待されたパクストンも早いものでもう34歳。ちょっと信じがたいですが、もう球界の中でもベテランと呼ばれる存在です。2020年以降、6人メジャーで投げることができていないことから、今年結果を残せないようであれば、オフにメジャー契約を提示する球団ももう現れない可能性もありそうですし、パクストンにとって今度のカージナルス戦、ひいてはその後のピッチングは彼が今後もメジャーに留まれるか否かも決めるわけで、今年は大事な年となりそうです。2018年にノーヒッターを達成したような、フロントラインスターターらしく元気に投げるビッグメイプルの姿を可能な限り長く見たいと個人的にも思っていますし、そうなってほしいと心から願っていますので、今季のパクストンの活躍には期待したいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。